キランキランキラン。よー、湯のこい。こんにちは、ネモです。パワプロアプリやっていきます。今回はパワプロの日カウントダウンキャンペーン無料10連ガチャサブアカの2日目ですね、やっていきたいと思います。現在8月17日の土曜日ということで、やっていきたいと思います。では行きましょう。まあまり期待せずピンク出たら嬉しいくらいで。おー、あざっす。安定。はい、雷。雷は普通に嬉しいですね。そして縦足出ましたね、 R ですが。フリート勢欲しいな。これ結構いい結果でしたね。PR が割かし量出たのと、雷に関しては解放ができるので、3日目ですね。いきたいと思います。3日目だよね。はい、大丈夫です。いきましょう。ピンク。背景、赤。うわぁ。いい PR これ。あ、裏が。ブニキ。守る。おー、火事出ましたね。あれですが。うん、これは収穫なしでしょう。また明日以降に期待しましょう。4日目、サバカ行きたいと思います。そろそろ使える SR 欲しい。間違って PSR も欲しい。これはボンデリングか。はーい。まあ、PR 誰か使えるやつ、誰か使えるやつ、誰か使えるやつ。はーい、まあ無料はこんなもんでしょう。はい、ということで5日目もお楽しみにください。5回目パワプロの日カウントダウンキャンペーン無料10連レアガチャですね、いきたいと思います。いきましょう。楽しみだな、パワプロの日。はい、来ないかなーって気持ちですよね。やっぱこの辺は。あー、そして出ない。フリートキャラ。それかまあ、使えそうな PR。雷はちょっと嬉しいかな。雷はちょっと嬉しいですね。これはまだ解放できるんじゃないかな。また、それは6回目終わった時にでもやれればいいかなと思います。最終日ですね。サバカの方やっていきましょう。まあ、泣いても笑ってもこれが最後なので、最後くらい、虹が見たいな。おお、嘘。キラン、キラン、キラン。よー、湯のこい。フリートキャラ、フリートキャラ。あー、おお、ここで、フリートキャラ、まあ、カジ君ですけどね。縦橋かわせ欲しいな。ここ来るとでかいっすね。お願いします。お願いします。来い。おー、なるほど。まあ確かに使えないこともないな、今のフリート環境だったらね。やっぱり新アーチの枠で入ってこれるので、まあそうだな。でもサバカでは使いにくいかもな。そうですね、まあおっきのくんが良かったなというのもね、PSR 出といて、まあ無料でいただいて、そんなぼやきをするのもね、違うと思うので、まあまあまあ、これは本当に良かったでしょう。はあ、なるほど。そうか、そうか、そうか、そうか。みおちゃんですね。パワーヒッターと、では、50になると、やる気効果 150% ですね、のテーブルになっております。なるほど、びっくりしました。はい。ということで、ちょっとだけ解放の様子を見てみましょうか。ちょっとドキッとしたな、今は。今はまあ、このドキドキ感をね、体験できただけでも、まあ、よしとしましょう。で、まあ、誰でもいいか。まあ、この辺ちょっと食べさせて、まあ、こことあと雷の解放が結構進みそうだったので、それはやりたいかなという感じですね。しどれみすごいな。ここのみおちゃんか。みおちゃんって解放できんのかな、僕。全くできないですね。まあ、こんなもんでサーバーか。サーバーかやっぱこんなもんですね。母体すらいないわ、SR。はい。で、雷がそこそこ解放できるはずなので、まあ今回ね。まあそれをちょっとやりたいかなというふうに思います。で、PR プラニ。なるほど。このプラニをまず引き出しましょうか。メンタルね。で、移動で、雷。はい。こっちだった。で、これを、こうして、あ、R そこそこいますね。で、ちょっと待ってください。今、プラ1があそこにいるので、それ引っ張ってきますか。まあ、本当に、なんでしょうね。こっちの方に関しては、かなり慎重に、まあ、解放していけばいいのかなというふうに思っているので、普通に R 同士も食べさせていきます。で、R か。はい。で、1、2、3、4と。うん、これはもう R 同士いきましょう。で、5にして、それから、まあ、しっかりと。ここか。うん。いいかな。こうか。こうですね。はい。いきましょうか。まあ、ワイルド出るまで待った方がいいまであるけどね、若干。ああ、2回ほどいきました。で、これを入れていきましょう。おー、ラッキー、プラス5。雷どうすっかな、マジで。ワイルドと悩むんだよな。まあ、ここの解放を入れれば、まあ、別場だと結構きついか。まあ、この辺がわからないですね。まあ、普通の雷を解放していくのか、まあ、別場、どうのこうのしていくのか。まあ、その辺は悩みどころなので、ひとまず置いといた方がいいでしょう。まあ、もちろん、どっちもどっちなんで、まあ、どっちが優劣あるかわかんないんですけど、まず、サバカの方はなんとか PSR1 枚抜けましたと。まあ、みおちゃんか。まあまあ、こんなもんですね。という感じです。はい、ということで、本赤の方のパワプロの日、無料10連ガチャ、2日目ですね。やっていきたいと思います。で、サバカの方が前後するか、後ろに全部つけるかわからないんですが、やっていきましょう。PR1 枚以上確定。ピンク見たいなぁ。グググ。キラン。オッケー。出ますね、結構。お、一つ。闇の。頼む。フリート勢来い。フリート勢。フリート勢。いやー、ぬー。はい。ということで、またやっていきましょう。パワプロの日カウントダウンキャンペーン、無料10連ガチャ。3日目ですね。やっていきたいと思います。もう説明は不要でしょう。行きましょう。ピンク欲しいな。フリートキャラ。フリート PR 欲しい。カマカリ。あー、まあまあ、まつりちゃん嬉しいけどね。何の成果もございませんでした。ということで、また4日目以降に期待しましょう。はい、ということで、本赤の無料10連ガチャ4日目いきたいと思います。回していきましょう。SR 欲しいなぁ。PSR 欲しいなぁ。そろそろなんか欲しいなぁ。うわぁ。ポンデリング。やっぱ来ないっすね。もうちょっとこうなんか欲しいな。なんか欲しいな。こういうの勝てないんですよね、全然。そしてゴブリンがまたお出迎えしてくれるという感じのガチャ結果になりました。まあ、なかなか収穫ないですね。まあ、頑張ってこの期間がね、終わる前に何かしら出てくれればいいなという感じです。無料10連レアガチャ5回目ですね。いきたいと思います。そろそろピンク出てもいいんじゃないか？バロ。うわー。ほんかなんも出ねえな、マジで。小高。せめてフリートキャラ R でもいい。最悪も R でもいい。はい、ありがとうございました。ということで、最終日もぜひ、お楽しみください。最終日、本赤の方ですね、やっていきたいと思います。では、行きましょう。最終日くらい、なんか見たいな。ピンク見たいな。来い！おー、いいっすね。SR 出ました。有能来い。マジで50じゃないキャラ来いくらいかな。反転は多分ないと思うけどね。おー、紙引きやー。これは相当嬉しいっすね。マジか、最終日最高だな。はい。ということで、まさかの合わせの SR 出ました。これは96分の1を引いたというところなので、本当にありがたかったですね。やっぱりその、合わせは結構出なかったので、SR の方はね、数が一つ増えたというのはかなりの収穫でしょう。ありがとうございます。ということで、初日からね、全然出なかったんですが、最終日だけなんとか勝てましたという感じです。あとは、砂漠の方もあるので、まあ、そこと、こう、噛み合わせながら動画を出せたらいいかなという感じでございます。皆さんの結果はどんな感じでしたでしょうか？ぜひ、コメント欄で教えていただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ、皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しく思います。また、Twitter のアカウント名も書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。